あなたは、今、現状に、満足はしてないけど、どうしたらいいかわからない。不満ではないけど、かといって満足もしてない。ただただ漠然とマイルティが過ぎている気がする。そんな風になっていませんか悩んでいませんかどうも、えー、僕はカトちゃんと申します。えー、僕は自分の意見を人に発信し、人の現状を良くできる。 コーチに憧れ、そして最終的にはどんな辛いことや,いや悩みがあっても自分の目標に向かって追求するそんなかっこいい人たちで増える、溢れ返る社会になったらいいな、そう思って発信活動をしています。僕は3ヶ月で63万円を失った経験があります。実は。馬券ですね。競馬です。そこで全財産が2030円になって もう死にたいな。辛いな。そんな風に、ぼ絶望を感じたことがあります。でもそこから早やがってきました。今もこうして、発信活動ができるから元気に過ごしています。明るく過ごしています。前向きに過ごしています。ではそんな、今悩めるあなたに、たった一つの現状を肯定させる、目標の罠についてお話をします。はい。もしあなたが今、 つまんないなとか。不満はないけど満足もしてない。ただただ漠然とマルチが過ぎている気がする。そんな風に感じていたら、たった一つのことをしてください。それは何かというと、目標を見返す、目標、理想と言ってもいいでしょう。理想、目標を見返すということをしてください。なぜこれが有効なのか。僕は3回ずつ63万円を失ったとき、もう死のうかなと思ったけど、死ねなかった。 死ななかったのは、目標を見返したからなんですね。では何をすればいいかというと、あなたは何をすればいいかというと、理想や目標を一回毎日を見直してみてください。その時にもし、目標、理想というのを浮かべた時に、よっしゃ、頑張ろうってならなかったら、あなたに適した目標ではないです、それは。なぜかというと、目標というのは、それを、目標、それ自体を達成するんじゃなくて、目標というのは、その目標がなければ起こらなかったことを起こすための手段だからです。 なので、もし今あなたが悩めるときは目標を見て、ま、ワクワクしなかったら目標を一回見直して変えてみてください。人は何かを貫かないと気持ちが悪いというか、格好悪いと思うかもしれませんが、成功者の中には、やっている最中、道半ばで目標を変え成功した方々もいらっしゃいます。まあ、例えばずっとエンジニアをやっていたけど、まあ、カフェで働いてみたら人生良くなったとかそういう人もいますし、 目標を変えてみること大事なんですね。目標を変えてみるということを恐れないでください。ただただ目標が達成できない。なんか自分ダメだなとか。その風に思うんじゃなくて目標を見直す。これが大事です。それでは何かの役に立ったら嬉しいです。ありがとうございました。